悪くもなりにくいし、出血、つまり目の血管が破綻もしづらいっていうのが分かりました。特にここで言われているのが65歳未満の人でしたってことなんです。眼科医の根本です。今日はコーヒーを飲むことで血管が良くなる、特に目の血管が良くなるってことについてお話しようと思います。コーヒーって、健康にいいんだよとかっていうのが、いくつかいろいろなお話があります。でも目の血管、特に例えば糖尿病があるとか血圧が高いってなると血管が弱くなってしまう。すると目に出血して視力が下がって失明になっちゃうこともあるわけですね。じゃあどうすればいいかっていうと、血管を良くしてあげればいいんですね。そこで今日はコーヒーどんぐらい飲んでどうやって効果を出せばいいのかについてお話しようと思います。今回、ある研究が出てきました。2022年の研究なんですけども、コーヒーを飲んだ人が糖尿病の人でですね、どのぐらい目が悪くなってきたかっていうのを見ました。これどういうことかっていうと、糖尿病があるから必ず血管って悪くなるというもんではなくて、もちろん血糖値がいいとか血圧がいいとか、それが一番ね、大切ですよ。その上で、いろんな生活の仕方だとかバランスだとか、いろんなことによって血管って悪くなりやすいんですね。特に糖尿病というのは血糖値が高くて、血管に炎症ができてきたりだとかして血管を壊してしまって、はたまた血管を詰まりやすくしてしまうわけですよね。そこでその血管のダメージ、炎症を抑えてくれれば、仮に同じ血糖値だとしても悪くなりにくくなるわけです。もちろん血糖値下げるのが一番なんだけど、その上でもそうですよと。いや、私糖尿病じゃないから関係ないというわけではなくて、糖尿じゃなかったとしても血流が重要な病気ってたくさんあるわけですよね。例えば糖尿病だけじゃなく、緑内障とか網膜の病気、特に網膜でいうと加齢黄斑変性症とかっていう病気になるのは、やっぱり血管が悪い人なわけです。そこで糖尿病の人がどのぐらい血管が悪くなってくるか、基本的には20% の人が糖尿病から、目の奥の出血をきたしてしまいました。だから8割の人は大丈夫でしたよ。増殖性、非増殖性って言うんですけども、ちょっと悪いレベルとすごく悪いレベルの糖尿病があるんですね。ちょっと悪いレベルの、目の血管の出血が 87.8%、 すごい悪いぐらいが 12.2% っていう結果が出てきたんです。コーヒー飲むとじゃあ実際どうなのっていうのを調べてみると、コーヒーを飲んでいる人の方が悪くもなりにくいし、出血、つまり目の血管が破綻もしづらいっていうのが分かりました。特にここで言われているのが65歳未満の人でしたってことなんです。どういうことっていうと、若い人の方がやはり糖尿病の悪さっていうのは起きやすいんですね。普通病気っていうと年を重ねているほど悪くなるというイメージがあると思います。けれども糖尿病に関して言うと、年が上だから悪くなるわけではなくて、糖尿病の利病期間といって、糖尿病をどのぐらいね患ってたかとか、血糖値がどのぐらい高いかに加えて、若い人の方がやっぱちょっと悪化しやすい傾向があるんですね。なので若い人の方がより効きやすい、要は悪くなりやすい人の方が効きやすいじゃないですか、ということでいいですよということになりました。じゃあコーヒーどのぐらい飲むといいのっていうことなんですけども、飲めば飲むほどじゃあ効くんでしょって言ってガンガン飲む人いるんですけど、これはやめてください。逆に飲みすぎない方がいいって言われてます。よく U 字カーブとかって言い方するんですけど、効果が飲んでない時はゼロじゃないですか。で、飲み始めてて効果が出てきて一番マックスになってきて、で、飲みすぎて飲みすぎて逆に効果悪くなっちゃうよって、このねカーブがあるわけです。具体的には2から3倍程度1日ね、ね、飲んでいる人の方が、効果が一番いいっていうふうに言われてます。とはいえ血管を良くするだけではなくて、コーヒー飲むことで他のね、例えば緑内障になりにくいとか、他のことを狙いたいんだけどって人もいると思います。他の研究もいろいろあるんですね。緑内障だったりだとか、血圧だったりだとかいろいろあるんですけど、結局どの研究もまあまあやっぱり 2,3 倍ぐらいが一番いいって言ってるんですよ。
これはみんなが示し合わせたようにやってるとはとても思えないわけで、やっぱり結果として、まあ、いわゆる、コーヒーの効果を最大化するには2から3倍程度飲むのが一番いいでしょうっていうふうに言えるわけですね。ただコーヒーの場合っていうのはカフェインが多めになります。なのでカフェインがちょっと頭痛くなっちゃうとか辛いんだって人の場合は2から3杯飲まないで、まあ、少なくするか、まあ、紅茶とか緑茶にしていただけるといいと思います。なぜかというと紅茶緑茶の方がコーヒーと比較してカフェインが少ないんですね。にもかかわらず紅茶や緑茶にもいわゆるカテキンであるとかテアニンであるとか目にとっていいものが含まれている。コーヒーでいうとクロロゲン酸というのがまあ重要になってくるわけですけど、まあ、それぞれあるわけですよ。であれば、まあ、カフェイン不得意な人は紅茶、緑茶の方がおすすめですし、まあ、不得意じゃなくても僕は、まあ、緑茶の方がいいんじゃないかというふうに言っていますね。それはなぜかというと、緑茶の場合はテアニンというね、リラックス効果を促すような成分も含まれているからであって、やっぱり人間いろんな病気なりやすいのは、年齢変化もあればストレスっていうところもあるわけですね。そのストレスを少しでも軽減してリラックスして睡眠に導いてくれればより効果が良くてより体が治りやすくなってくるわけですと考えると、やっぱりテアニンっていうのはリラックス成分ですから睡眠にもいいとよく言われてんですね。まあ、市販とかだと睡眠サプリとしても売られているようなものなので、まあ、緑茶っていうのを取っていただけるといいと思います。じゃあ紅茶緑茶はどのぐらいっていうと4から6杯取っても大丈夫って感じですね。もちろんそれ以上はちょっとやりすぎなんですけど、まあ具体的に言うとコーヒーの2から3分の1ぐらいになっているので4杯とか飲んでもいいんじゃないかって思ってください。ただ水分取るときは一気に飲むっていうのはおすすめしません。なぜかというと水分を急激に取ってしまうと目の圧力眼圧というのを急に上げてしまうってことが分かっているからですね。ちょっとずつっていうと、まあ、大体コーヒー1杯と紅茶1杯とか 120ml 程度ですね。このぐらいだったら問題ない。100から 200ml 程度だったら、まあ、普通に飲んでいただいて、で、まあ、間を空けてまた飲むっていう風にしていただいた方が目にとって負担もないし体にとってもあまり負担がないっていう風に思っていただけるといいと思います。じゃあよく聞かれるのは、じゃあ先生はコーヒーとか緑茶、ね、紅茶どれをよく飲んでんのっていうと、今は緑茶や紅茶を飲むことの方が多いですね。基本的にはもちろんコーヒーもインスタントがどっちがいいのっていうと、もちろん普通に煎ったやつの方が一番いいですね。その方が悪い成分というかね、それが少ないんですよ。ただ基本的にはそんなに影響がアクリルアミドっていうんですけどね、影響が大きいわけではないのでインスタントの方を飲むめんどくさいんでね。で紅茶、緑茶でもう僕ティーバッグとか、まあ、そういうのを使ってやっぱ飲んじゃう感じで、わざわざこうなんていうかなポットみたいので入れてとはなかなか、ね、面倒でやってない。それでも効果としては十分だし、まあ、こういう研究っていうのは多くのもので、まあ、ティーバッグとかまあ、そういうものを使っているものでも効果が比較的高いというふうに考えていただいていいし、まあ、緑茶であっても、緑茶の粉みたいなのあるじゃないですか。僕もよくそういうのを使うんですけど、まあ、それでもいいかなっていうふうに思います。こんな感じで飲み物、ね、はたまた食べ物の健康についてもいろいろ動画を出していますので、ぜひ他の動画も見ていただければと思います。今後ともよろしくお願いします。